し涙は過去へのありがとう。努力の数は裏切らないと分かってるんだ。目を当てられない強い向かい風だって夢に向かって走るのさ。そう私たち生まれて出会ったもどかしい理由ならいらないね。もし答えを迫られて中途半端になるなら遠回りしたっていいよね。まだ何が正しいのか今はわからないけれど少しずつ前に進みたい。さあ皆さんこんばんは。ゼロプロの5人姉妹アイドルグループです。わーすごい人がいっぱいいる。私たちは8月5日にワンマンライブをやります。新宿でやるんですけれども、今ですねみんな来てもらいたいなと思ってるので、よかったら時間があったら来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。みんなの時です。